近いの僕らが夢を追いかけるのは芽を出した好奇心の種が空を目指すから色とれ理研テクノスプレゼンツ今日は山形大学理学部数理科学科4年の高橋正義さんにお越しいただきました。高橋さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ高橋さんは今どんな活動をされているんですか？山形を拠点にアガスケハウスという学生団体を運営させてもらっています。高橋さんが2016年に立ち上げた学生団体アガスケハウス、若者の力で山形を盛り上げるをテーマにキャリア教育活動を展開、そして空き家をリノベーションしたゲストハウスの運営も行っていくそうです。どんなゲストハウスなんですか？今空き家が日本全国に結構830万件ぐらいあるんですけど、何かこう学生だけでもその空き家問題をどうにかできないかなっていうようなところで、まあ、一つのコンセプトとしては空き家をこう再生して、でたくさんの人たちに山形の魅力を発信するっていうようなゲストハウスを作ろうと頑張っています。はい。他にどんな活動されてるんですか、高橋さん？まあ、結構山形に結構なんか残らない高校生とかが多かったり、結構地元に対してこうマイナスなイメージを持って外に出てしまったりとかっていう人たちが結構多くて、そういう問題ちょっと解決したいなっていうふうに思って、彼らの選択肢を増やしてあげられるような活動も一緒に行ってます。山形の高校生に少しでもその山形好きになってもらって、そのもし東京に行ったりしたり日本全国どこに行っても自分が生まれ育った18年間育った山形の場所がこういう魅力があってとか、山形っていいとこだよなっていうふうにちょっとでも思ってもらって、まあ全然どこに行ってもらってもいいんですけどっていう、そういう選択肢をまあ増やしたいなっていうところで。夢は山形にインターナショナルスクールを作ること。その夢のルーツは、大学1年生の時に中国で日本語を現地の大学生に教えてくるっていう、まあ、英語で日本語の授業をするっていうような機会があったんですけど、その時にかなりその現地の大学生の、その学ぶ意欲だったりとかっていうのがすごくこう感じられて、で自分もやっぱりその大学生になったけど、それまで の, その学び の, そのゴールだったりとか、学びどういうふうにこう自分が学習していくのかっていう、大学で学習していくのかっていうことを考えた時にすごくなんか曖昧だなっていうふうにこう思っていて、彼らにはやっぱりそのしっかり目的意識がすごくあったなっていうふうに感じたので、やっぱり日本の教育の課題だったりとかはすごくたくさんあるなっていうのが徐々にこういろいろ今の活動もそうなんですけどしていくうちに感じられたので、自分が思うその教育っていうようなところを、まあ、前面に出せるように学校とかっていうような道を選んでやっていきたいなっていうような思いはそこで芽生えました。今回の夢は山形にインターナショナルスクールを作るでした。次回はどんな夢に出会えるのでしょうか。科学の力のチャレンジメーカー理研テクノスがお送りしました。